佐古川カワ子は、種ヶ島生まれの写真家。新宿駅東口ルミネエスト近いにある、パブ県、カフェ、ビアンド、カフェバーグの共同経営者であり、同店で副店長を務める。本人はベルクが本業であるとしている。写真家としての代表作は、日ばかり。鹿児島県の種ヶ島生まれ。名古屋、熱海、東京など親の転勤によって各地に移り住んだ、経験を持つ。 小学生時代からのココシャネルへの憧れから、人間の体や立体の造形を学ぶため女子美術大学短期、大学部造形回復デザイン教室を卒業。その後、テキスタイルデザイナーとして、子供ブック製造会社で約4年働いた頃、田島製造の絵本、芝天、長谷川修平の代表作とされる絵本、長谷川くん嫌いイに出会い、絵本出版社へ転職を決めた。 絵本出版社に在職中の1988年、弟のカメラを持って旅行した際、岩手の種山が原を撮影した瞬間に、何か得体の知れないものが入り込んでくるような感覚、あるいは自分が見ているだけでなく何かに見られているという感覚に襲われ、写真について考え始める。その後、写真家、あ松照明の自費出版作品、日本に感銘して、 写真の表現力を知り、さらに写真学校、現代写真研究所の年次作品集の写真で、自らの写真館と異なる作品を発見。これを契機に、絵本出版の傍ら、四谷三丁目の同研究所、第十六期生として、夜間のコースに4年間通った。ビアンド、カフェバーグ、店内の一角撮影が面白いと自覚し始めた頃、新宿駅、 東口マイシティにある昼間は喫茶店で夜はパブを営業するビアンドカフェバーグの店長井野友成から同店の共同経営の誘いを受け当初は絵本出版の仕事に魅力を感じていたため一旦は断ったものの写真撮影と同店の仕事を両立させようと考えて引き受けたベルクは脱サラした音楽好きの詩人北野康氏が名曲喫茶と名打ち もともと公衆電話が並んでいた新宿駅東口、すぐの場所を改造し、アルコールを出さない、純喫茶の店として1970年に開店した、個人経営の喫茶店である。初代経営者の意向で、シェーンベルクのベルクを店名とした。初代経営者の息子、イノトモナリは1990年に、父親から経営権を受け継ぎ、セルフサービスのドイツ風カフェ券パブに、 業種転換。佐古川は経営者として、同店の取締役副店長を務めている。副店長とは言うものの、大手のドトールコーヒーなどのチェーン店とは異なり、零細な個人店だったため、大手資本と対抗するため、食材探しや、店内の壁を利用した月替わりの写真展を開催するなど、店舗の形態から営業方針まで手がける。年中無休に近い、ビアンド。 カフェバーグの仕事をこなしつつ、ほぼ13年間、毎日店を抜け出して、新宿の街の撮影を続ける間に、新しい東京都庁舎ができるなど街並みは変貌を遂げた。主に路地裏や、裏道、新宿駅、西口地下道にあったホームレスが住む、ダンボールハウス群や、ダンボールハウスに描かれた絵画など、いわば、新宿の影の部分をひたすら撮り続ける。 特にダンボール村は1996年1月24日、早朝のテレビ番組で強制排除の報道に接して、以後、毎日訪れて写真を撮影した。佐古川は、自らの店、ベルクを利用して、写真展を開いている。ハ間川の写真を評価した現代写真研究所講師、写真家の金瀬豊に勧められ、ダンボール10箱分取りためた作品から写真集、日ばかり、 新宿、デイアフターデイサコカワヒサコ写真集を発表。同じ題材の作品、新宿を発表していた、写真家、森山大道に挨拶に出向き、帯紙のキャッチコピーを依頼している。写真集、日ばかりについて、写真評論家の飯沢幸太郎は、ハサマ川を表して、光の微妙な変化に鋭敏に感応する体質だと、述べ。 新宿の街や人の描写が、季節感や街の手触りを捉えた作品だと評価したが、これに対しサ川は、私自身、狙っているのは、実は、光なのかもしれないと思うこともありますと述べている。またサ川は、聞き酒氏の資格を持っており、写真家の秀信さんは、魔物が潜んでいそうな、新宿の街を軽やかなフットワークで自在に歩き回り、鋭い 酒師の感覚で我が町として捉えた文芸評論家の秀美は写真集、日ばかりが描写しているのは生活や労働ではなく端的に無理だ。佐古川は米国が行った2003年3月のイラク進行前夜に写真家、本橋誠一の作品をベルクの入り口に掲げ、店として反戦の意志を表す側面を合わせ持っている。 聞き酒師の他に、調理師、アートナビゲーターの資格も持っている。ありがとうございます。